5時50分、ゴールデンウィークも終わり、今日から久々に日常が戻ってくるという方も多いと思います。また仕事が始まり、また学校が始まり、中にはちょっぴり憂鬱な月曜日を迎えている人もいるかもしれません。でも本当は戻れる日常があるということ、それ自体が本当に素晴らしいことなんだと思います。風が吹いていても雨が降っていても、目の前にあることから取り組んでいきましょう。月曜ZIPスタート。